ね、今日はパタヤのコンドミニアムで犬を飼いたいという方がいらっしゃって、ジョムティエンビーチはリフレクション、ビルディング B までやってまいりました。早速ね、お部屋見に行ってみたいと思うんですけれども、32階、かなりのハイフロアですね。いや、ここはね、なかなか高級なコンドミニアムなんですけれども、犬、猫、そういったペットがね飼えるということで、まあ他にもね、リビエラグループとかコパカバーナはペット飼えるんですけれども、このリフレクションはね、散歩できるところとかも結構あって、ワンちゃん大喜びちゃうんかななんて思うんですよね。ちょっとお部屋の中をね見せていただきますけれども、ここは今現在使ってる感じのお部屋ですね。32階のワンベッドルーム、ここで約60平米ありますね。うん、結構ね広々としてますよ。リフレクションはね、全体的に部屋が広めなんで、このフロアは7ユニットありますけれども、一番小さなお部屋で60平米超え。まあワンちゃん飼うんだったらね、お部屋の中もパタパタ歩き回れたらいいでしょうし、ベランダもね広い方が何かと嬉しいんじゃないかななんて思うんですが、まあ、作りはねこんな感じで、ちょっと一昔前の建物になります。まあ、10年前になるんですけれどもね、このシャワールームのタイルとか、グレーでもストーン調のものに入れ替えたりして、床はね結構木目でイケてるんじゃないでしょうか。壁紙は全部欲しいですね。全体的に明るい感じのお部屋になりますが、あ、こういう生活感感じるハンガーとか僕はもうすぐ捨てますね。あとベランダもとにかく物をなくしてスッキリさせると、すごい広いですよこれ。遥か彼方に洗濯機、ウォッシュマシンがあります。だいぶ広いのがね分かっていただけるんじゃないかななんて思うんですけれども、景色はこんな感じ、素晴らしいですね。バルコニーからリビングに入ると、こういう感じなんですけれども、やり方次第でね、本当にゴージャスな素晴らしい部屋に生まれ変わるんじゃないでしょうか。建具はね全部結構綺麗、キッチンも美しい。これ床のタイルはね、このままでもちょっとふわふわのあのカーペットね入れたらええ感じになるんじゃないでしょうか。これベランダジャグジーも置けますよね。これ目の前にねビルディング A がありますけれども、十分のオーシャンビュー、ジョムティエンの海がもうね、高さ36階ですから、景色はもうため息が出るほどバッチリ、海風もバッチリ。やっぱりリフレクションはね高級リゾートで劣化もほとんどありませんので、まあ、このままでもね全然普通に使えるんですけれども、やっぱりこういうところ購入するんだったらね、ある程度自分の納得のいく部屋に作り上げたいなって思うのは僕だけでしょうか。ベッドなんかももうふかふかのねゴージャスなベッドセットに入れ替えたいですね。うん、個人的にはこの辺の家具全部いらないですね。ポットもこのカバンもこのテレビボードも、まあ何はともあれね、このハイフロアの C ビューワンベッド、パタヤジョムティエンでもなかなかね見つけようとしても見つからない。じゃあちょっとファシリティのある22階に降りてきました。以前もね動画で紹介させていただいたことあるんですけれども、このリフレクションはね2棟ありまして、 A と B とあるんですけれども、どっちもね使えますから、お部屋以外にもねお気に入りの居場所を見つけて、まあ一日中楽しむことができるわけなんですけれども、ここなんかくつろいでお仕事するにも結構風も気持ちいいしね、最高ですよね。ちょうどこれから夕日かな。そうそう、ここはね共用部分にバーベキューコーナーがあって、コッキッチンとして使える、最高の見晴らしですよね。ここでみんなでバーベキューしながら楽しむことができる。部屋使わなくてもね、こういう共用部分でお料理作って楽しむことができるんで、まあみんなで集まってワイワイとか結構便利ですよね。ワンちゃんも一緒にね楽しむことができるんじゃないでしょうか。でも22階でも景色むちゃくちゃいいですね。ちょっとこの広々としたこのロビーというかね、共用部分ファシリティの様子をもう一回ねこっちから見た感じ映しときたいと思いますけれども、こんな椅子にねのんびりと腰掛けて、そしてゆっくりとね海風を浴びて楽しむことができます。ここもね大人のコンドミニアムっていうか、洗練された清潔感のあるね、シンプルな作りなんですけれども、あ、ここ勉強会議室ですかね。この奥には何があるんだろう、トイレですね。でこっちの奥からはまた景色が綺麗、うわいい感じになってきましたね。ジョムティエンビーチ、すごい静かでね、自然とうまく溶け込んだハイソな感じのコンドミニアム。あ、こっから見える夜景は最高でしょうね。
シービューもね、ナイトビューも両方楽しめる。いや、ここ夜来てみたいな。まあ、このようなね、ベッドでくつろぎながらゆっくりできる、リラックスできるお部屋もあります。いや、さすが高級コンドミニアムですね。築10年とは思えない超最先端のね、コンドミニアムだったと思いますけれども。そしてここがフィットネス、フィットネスルームと書いてあります。ここ気持ちいいんですよね。結構機材もね、充実してますし、この屋根があってなんか落ち着く。まあ、全体的に広々してるんでね、空間をかなり贅沢に感じることができるんですけれども、まさかワンちゃんと一緒にフィットネスはしないですよね。うん、しないと思います。基本こういうファシリティでね、ゆっくりするときにはウェイティングしてもらっておく必要があるんじゃないでしょうか。あ、ちなみに僕最近ランニングマシン始めたんですけれども、次回のね、パタヤビキニマラソンにはぜひ参加してみたいななんて思いますね。これ日々のね、積み重ねなんで、うん、サボると途端に走れなくなりますね。走るのが怖くなりますね。うん、これだけダンベルありますけれども、まあ機材はね、いくら充実しててもこの気分が乗らないことにはなかなか継続して利用しなかったりするもんなんですけれども、せっかく揃ってるんだからね、できるだけ活用したいもんです。あ、こっちエアロビックって書いてますね。ヨガルーム、ストレッチってね、すごい大事なんですよね。たかがストレッチ、されどストレッチ、ストレッチをしていると、まあ間違いなく体調が良くなる、エネルギーが湧いてくる、そして余分なね、贅肉がつかない、つきにくいっていうこともあってね、やっぱり僕も毎日ストレッチ欠かさずやっていこうと思っているんですが、こういうヨガルームがあると習慣作りやすいですよね。そしてプールルーム、ビリヤードですね。僕あんまり得意じゃないんですけれども、まあ時々やるとね、楽しい。友達来た時なんかちょっと飲みながらね、やるのもいいんじゃないでしょうか。あ、そうそう、ここにね、水売ってるんですよ。洗濯機もあってね、結構便利なんですよこれ。まあちょっと下降りてきたんで、この下にあるね、ライブラリールーム入ってみたいと思うんですが、うわ、これなんやろ。ここにね、座って揺れて、そして本読むっていう感じなのかな。ゆっくりくつろげるプライベートルーム、いい感じですね。ほぼ貸し切りで使えると思います。朝からこんなところでね、こうあ、カウンターいいですね。ゆっくりと仕事すると気分上がりますよね。まあお部屋以外にもね、こうやってくつろげる部屋がたくさんありまして、お、ここのグリーンの芝生はパターゴルフができる感じですね。へえ、B 棟と A 棟をつなぐ廊下、こういう感じなんですけれども、うん、広々としてますね。やっぱりさすがは高級コンドミニアム。ワンちゃんと一緒にこういうとこテクテク散歩することができるのでありがたいですよね。ちょっと歩いてみましょうか。プールなんかもこのグランドフロアにあります。いや、それにしてもこのビーチフロントのコンドミニアムはおるだけで風が涼しくて気持ちいいですね。海風に当たってるとすごい癒されるんですよ。で、こちらがプールですね。プールの中にゆっくりとくつろげるビーチチェアがありまして、今日はねちょっと曇ってて肌寒い感じもありますけれども、いやー、海も近くてね、ビーチ目の前ですよ。そしてこのプールでしょう。やっぱりコンドミニアム生活っていうのは最高ですよね。これまさにもう南国のリゾート、リゾート感満喫、どっかのホテル泊まりに来たみたいな感覚ですよね。見てください、これめちゃくちゃね、ハイライズコンドミニアム。これ前の動画でご紹介したんですけれども、 B 棟のね、最上階にはペンタハウス、夢のペンタハウスがありますのでね、またこちら参照にもう一回見ていただきたいなと思いますが、うん、ここでゆっくり泳げそうですね。まあいつもね言うんですけど、このパタヤのコンドミニアムはこうやってほとんど人がおりませんので、この大人気のねリフレクションであっても、もうほぼ貸し切り状態でファシリティ楽しむことができます。まあ誰もおらんとか言いながらね、本当に大人気のコンドミニアムでなかなか空きが出てきません。ここ最近またね、価格も上がってきてますし、資産としてねお持ちになられてる方なんかは多いんじゃないでしょうか。まあちょっと歩いてみたいと思いますけれども、ワンちゃんの買えるコンドミニアムリフレクション、1階グランドフロアのところね、こんな感じです。何やら向こうからワンちゃんがやってまいりました。こんな感じでね、リードつけて、一緒に散歩することができちゃいます。こ
こっちの奥は何があるのかな、ちょっと行ってみたいと思います。ああなるほど、ドッグランですね。ワンちゃんと一緒に走ったりお散歩したりできる、そんな広々とした小道がありますね。ここをまっすぐ行くともう結構な距離ありますよ。これワンちゃんが運動不足にね、まあ、自分自身も一緒に散歩するんでしたら運動不足にならなくて済む、こういう場所があるとありがたいですよね。目の前すぐビーチなんでね、一緒にビーチロードを散歩してもいいし、砂浜もねすぐですから。お、ここでもワンちゃん散歩させてますね。ほんとね、グランドフロアのガーデンがめちゃめちゃ広い。こちらにもまだ、この奥にもねまだプールありますよ。ちょっと上がってみましょうか。すごい贅沢な作りなんですよね。まあもうそろそろ夕日がね沈んでくる、そんな時刻になるんですけれども、こちらからプールの様子を、デッキチェアありまして、あ、いいですね。ここでゆっくりと読書なんて、見上げたらこんな感じ。これが、フロントシービューのね A 棟ですね。そして、ビーチの方を見るとこんな感じですよ。めちゃくちゃいいじゃないですか。これなんか映画のワンシーンみたい。かー、最高ですねこれ。いやそれにしてもね、広々としてて贅沢な作り。こちらスイミングプールって書いてますけれどもね。でこのプールの横のところにこの芝生みたいなあるんですけど、これ何かな言ったら、なんかマルチレベルジョギングトレイルって書いてますね。あ、ここでジョギングするのかな。ジョギングトレイル何すんねやろ。まあちょっとせっかくなんでプールね、奥の方まで行ってみましょうか。今ビーチロードのね海に向かって歩いてますけれども、広い、むちゃくちゃ広いプールがあります。しかもこれインフィニティですよ。グランドフロアから見えるインフィニティプール、これはね贅沢ですよね。ハイフロア行かなくても目の前がビーチなんで。最近ねこのルーフトッププールもいいんですけれども、こういったグランドフロアにあるプール、しかも広いやつね、これ結構僕ハマってるんですね。何なんでしょう、落ち着くっていうか、くわー綺麗な海が見えてきました。ここにね座ってくつろぐもよし。こんな感じで、海が向こうに見えておりますが、反対側から見たらこんな感じでね、むちゃくちゃ広い。そしてこの上にもねスカイラウンジって書いてありますけれども、ちょっと上がってみますね。さてさてどんなになってるんでしょうか。うおー、これは贅沢ですね。いやー素晴らしい、このリフレクションのスカイラウンジ、ここでのひとときはね、ほんとこれ贅沢ですね。見てください、これ海向いてますよ、デッキチェアが。ここにのんびりとねくつろいで海風を感じる、この豊かさ。この辺まで来るとねビーチロードもなんかのどかな感じなんですよ。うん、ワンちゃんが買える非常に上質なね、この洗練されたコンドミニアム、リフレクション。なんかやっぱりこのグランドフロアのガーデンで過ごす、プールとかねガーデンで過ごす時間が非常に増えそうな感じですよね。やっぱりワンちゃんもね家の中だけいてたらちょっとやっぱりストレス溜まると思うんですよ。そうするとこういう歩けるね芝生があったり、ドッグランみたいなねこんな感じで散歩させられるところがあったりすると、非常にねこれのびのびと楽しむことができるんじゃないでしょうか。やっぱりワンちゃん飼ってらっしゃる方って自分がね、くつろいだり楽しんだりすることも大切ですけれども、まあ、どれだけそのワンちゃんと楽しく過ごすか。うわ、ここのバーベキュー場も広いんですよ。これ何かな思ってシンクとね料理するところとテーブルと一緒になって、ここでね、バーベキューしたりすることができる、書いてありますよね、ここにバーベキューパビリオンって。めっちゃ広いじゃないですか。20人ぐらいで楽しめるんじゃないですか。隣にはプールもあるしね。こういうとこにちょくちょく椅子とテーブルありますけれども、プールサイドでワンちゃんと一緒にね、それこそご飯食べたりゆったり過ごしたりできそうです。これ実はグランドフロア共有部分にもちょっとロビーみたいなところたくさんありまして、こんな感じでねちゃんとスロープもついてますけれども、至る所にくつろげるところありますよ。ちょっと中入ってみましょうか。こうやってねテーブル置いてくれてるんで、いやいい感じですね。なんかこのデザインもねちょうどいい。あ、ここにセキュリティの方いらっしゃいましたね。とてもシンプルな感じなんですけれども、天井もすごい高くてね、空間が贅沢に感じられます。
いやどうですか、このワンちゃん飼えるコンドミニアムありますかって言うんですけれどもね、このリフレクション来たら飼えますよ。そしてワンちゃんと一緒にいっぱい楽しむことができますね。今回8階に来てね、結構これ広めのお部屋、見せていただくことになりました。まだ家具とかはね何もないスケルトンの状態なんですけれども、かなり綺麗に保たれてます。これ8階の端っこやから、114平米の2ベッドルームですね。おー、アイランドキッチンいい感じ。そしてこの隣にね、リビングの隣に寝室ありまして、そしてもう一つね寝室があります。まあベッドも何も入ってない状態なんですけれども、結構広いですよ。これ114平米ありますから、ちょっとベッドルームも見てみたいと思いますが、こんな風に広いクローゼットがありまして、うわいいですね。これ景色も見える。あ、テニスコートありますね。ここにあバスタブもありますね。こんな感じで、ベッドルームからちょっとベランダ見てみると、なんとなんとベランダにジャグジー。これまたねベランダが広いんですよ。シービューでね言うことはありません。じゃあちょっとねこちら寝室から先ほどちょこっと見たこの奥のね、バスタブ付きのその、シャワールーム、どんな感じかもう一回ねじっくり見ときたいと思いますけれども、こちらシャワーユニットありまして、バスタブ入りながら、夜景も見れると。おー、窓がいい感じですね。そしてこれだけ広々とした空間がありまして、クローゼットもかなり広々としております。で、この一番端っこの部屋から今度隣の部屋ね見てみたいと思いますけど、こちらにも、当然シャワールームがあります。2ベッドなんでね、2ベッド2バスルームということで、いやそれにしてもね、ここのシービューは最高。8階からでもこんな眺めいいんですよね。もう海風がもうビュービューきます。結構このお部屋ね、こうやってちっちゃな収納スペースみたいのもあって、部屋が散らかりにくくていいんではないでしょうか。キッチンもね結構これ広々してますよ。4つコンロありまして、全部の部屋が窓あってシビューっていうのがいいですよね。いやリフレクションの2ベッドいろいろとやりがいありそうですね。かなりゴージャスに、かなりええ感じにアレンジできるんじゃないでしょうか。今ちょうどスケルトンの状態でね見てますけれども、実際これはねリフォームデコレーションしがいありますよ。各お部屋のクローゼットもねこんな感じで、まあ天井もすごく高いし、すごく落ち着いたシックなデザインなんですけれども、収納場所いっぱいあります。そうそう、リフレクションはねこの風通しを良くするためのスリット玄関にあるんですね。必ずあります。さあちょっとね下から見えてたテニスコートのあるあたりに来たんですけれども、その下が駐車場になってまして、そして上にこれテニスコートあるのかな、ちょっと行ってみたいと思いますね。階段がありまして、エレベーター見つけました。早速ちょっとエレベーターで上がってみたいと思います。あ、書いてありますね、テニスコート4階になるのかな。じゃあちょっと行ってまいります。どんななんでしょうね。早速着いたようです。お、明るい、 4A と書いてありますね。明るいな、うわ広っ、これむちゃくちゃ広いですよ。これねテニスコートが小さく見えるぐらい広い。駐車場の上のスペースにテニスコートがありました。ここでねテニス楽しむことができる、最高じゃないですか。風もむちゃくちゃ気持ちいいですよ。これこのリフレクションをね見上げながら、かなり本格的な広いテニスコートがありました。こっちからも見ときましょうか。テニスコートって書いてあって、出たらこんな感じの景色が広がっております。いやーこれねテニス好きな人は絶対嬉しいですよね。うわこれすごくないですか。ドッグトイレットがありましたよ。これちゃんと掃除してくれてメンテナンスしてくれてるんですよね。いや本当にこのリフレクション、ワンちゃんを飼う方のためのコンドミニアムですよね。至る所でワンちゃんに出会いますもん。このね今ドッグトイレット、ワンちゃん入りましたけれども、いやなんかいいですよね。よく聞かれるんですよ、パタヤでワンちゃん飼えるコンドミニアムはありますかって。本当ねコパカバーナもリビエラも飼えるんですけれども、やっぱりリフレクション、ここはね盛大にワンちゃんと楽しめるコンドミニアムですよね。
いやとはいえね、結構人気があって、そして高級コンドミニアムなんでね、なかなかあのお値段もしちゃうんですけれども、今購入できるお部屋がねあるのかないのかっていうところで、ちょっとこれ撮影したお部屋はね、これ動画作るまでの間に一瞬にしてもう売り切れちゃいまして、早いですよね。とにかくパタヤのコンドミニアムはええな思ったらすぐ売れちゃうんで、ちょっと今ね行ける部屋確認したんですけれども、ジョムティエンビーチのね、比較的南の方に位置するこのリフレクションプペンシーフードの近くですよ。ちょうど海の感じがね、今夕焼けが綺麗になってきましたけれども、これ砂浜の広いジョムティエンビーチです。目の前はねソンテウが通る道、なんか絵になりますね。結構便利なんですよこの辺はね。飲食店もたくさんありますし、おしゃれなカフェもたくさんあります。車持ってる人なんかね、この辺すごい空いてていいんじゃないでしょうか。まあこんなペットのカエルね、ワンちゃんのカエルリフレクションなんですけれども、素晴らしいユニットが1個あるんですよ。これなんと116平米の2ベッドルーム、ここは VIP ですね。シャンデリアもついてて、家具フル装備、65インチのスマート TV がついてて、インテリアデザイナーが入って受賞してる部屋なんですね。そしてもちろんのシビュー、広いバルコニー、いやなかなか出てこないハイフロアシビューですからね。もうこの部屋はむちゃくちゃおしゃれですね。厳選された唯一無二の掘り出し物、しかもこれフォーリンクウォーターなんですよね。ハイフロアのシビュー、そして116平米ブランニューリフレクションの2ベッドルームがなんと購入できちゃいます。いやこれね高いんちゃいますのって思うかもしれませんが、ちょっと興味ある方はね、ぜひ詳細欄から公式 LINE 追加してもらって、詳しい内容ね個別でちょっと情報提供しますので、現地からねライブ中継させてもらいます。ワンちゃんと過ごすことのできる最高のね優雅なコンドミニアムリフレクション、ここはどんどん価格が上がっていってますので、ピンとくる方はねちょっと早めにね抑えておいた方がいいんじゃないかなって思っております。